森下雄二は日本の放送作家。本名、森下雄二。愛知県名古屋市を拠点に活動する。京都府京都市出身。お笑いライブハウス、長者町ラビット運営ライオットエンターテイメント所属。京都市立堀川高等学校卒業後、名古屋の大学に入学。18歳で名古屋 NSC10 期生として入学。名古屋吉本に所属し。 薬師寺洋一と、笑えんというコンビで活動していた。コンビとしては、オールザッツ漫才に出演。2001年2002年出場。名古屋吉本に所属しながらも梅田花月のオーディションに合格し、毎月上を探して出演していた。2002年 M-1 グランプリ3回戦、今宮子供エビス漫才新人コンクール荒予選、通過23歳の時にコンビ解散。 放送作家へ転身。吉本東海社のイベント構成、テレビ番組構成を行う。2018年、名古屋にお笑い専門劇場を作るために、クラウドファンティングで資金調達をし、長者長ラビットを2018年5月1日にオープン。2018年8月謎解き脱出ゲーム、異次元マスターの奇跡開催2018年8月には、アイドルユニット、 名古屋エンジンをプロデュース。2019年に引退したお笑い芸人とともに、飲食店をオープン。東海テレビ、中京テレビ目、テレ CBC テレビ愛知30テレビ MID、FMYouTube 担当チャンネル、ミサコとサリホーム出演、安田ミサコ、サリ、東京 MX 東海テレビ CBC 目、テレ中京テレビテレビ愛知ギフチャン配信番組、ジョージャチョーラビット公式。 2020年9月23日閲覧。芸人解散。2020年9月23日閲覧。オールザッツマンザイ2001。2020年9月30日閲覧。キャンプファイアクラウドファンティング。2020.9。30閲覧。名古屋の日本一小さなお笑い劇場。2020.9。23閲覧。音楽ナタリー。音楽ナタリー。 2209.30閲覧。インターネット記事 EDI マグインタビュー。大田プロエンタメ学院講師プロフィール杉山。女学園大。HP シティリビングウェーブ。笑って。心のデトックス。ありがとうございます。